ジャイアンツのマウンド上は新外国人のミヤビッチ、193センチの長身から振り下ろしてくる、まあ、直球は150キロ近く、そしてスライダーが武器というこのピッチャー、7試合目の登板です。エンゼルス時代の2001年と2003年にメジャーの経験がありますが、12試合12イニング投げて勝ち負けには関係のないという戦績です。宮城さん、ここはやっぱり岩村ですから走ってくると思いますけどね、はい、あ、なるほどね。なかなかクイックまだどれぐらいできているのかが問題でしょうけどね。宮城さん、はい、僕ずっとその中継ぎが打たれるとかって言ってたんで、中継ぎの行動をここの1年追ってきてるんですけど、はい、もう宮出っちも、4回目なんですね、作ったの今日。ああ、肩を作ってたのね。岡島も4回作ってるんですよ。あ、そうなんですか。そんなに作ってから投げに行ったって、これ疲れてますよね。ということは何が言いたいかというと、もう最初に作ったピッチャーが後まで引っ張って生かす、うん、だからもうそのイニングの早いイニングまでで、うん、それを乗り切ったら次のピッチャー陣がスタンバイして、はいはい、後半に備えないと、1日先発と同じ緊張感を持って球数も相当投げて、はい、モチベーションもいなきゃいけないっていうのが、なるほどね、その方法もちょっと変えなきゃいけないような気がするんですよね。まあ、序盤で試合が、まあ、先発が壊れた場合にはもうこのピッチャーと、そうですそうです。でこれがちょっと中盤になってきたら今度は違うピッチャーが、はい、スタンバイすると。昨日のスコンスキーも5回作ったらしいんですよ。あ、そうなんですか。行かない日もあったら、5イニング投げたようなもんですよね、大谷さんね。タフだね、みんなね。タフですよ。それも一つね、中継ぎがこう実際に投げた時に打たれちゃって、疲れて打たれてるような気もするんですよね。大久保さん、やっぱり精神的に消耗する、はい、しますよね、はい。まあ、そんな中でも広島でも随分投げましたもんね。そういう意味ではそういうような振り分け方ではなくて、単純に小林さん、なんでしょうね、勝ち負けの状況とか、はい、そういうものでの振り分けみたいな形なんでしょうかね、はい、今のこの中継ぎの使い方っていうのは、だいたいゲームこういう展開になったらこのピッチャー、5回までだったら右左でこの人行こう、5回以降の点差によってこう行こう、それまで、投げない人はもうそれで OK よっていう形にしないと夏場持たないんですよね。宮根っちゅう、だからユニフォームこれ見てください、色変わっちゃってるでしょ、汗で染みちゃってますもんね。もう2回ぐらいから作ってるんですか、金村さん、なんか、いや普通は大体決まってるもんだと思うんですけどね、ただ岡島もそれは4回も作ってワンポイントで降りるとそれはもうたまったもんじゃないでしょうね。それは言えるね。普通は僕らも内野手でしたけど、大体そういうのはピッチングコーチと監督で決まってるもんなんですけどね。なるほどね。確かにこの汗が染み込んでいるミヤビッチのこのユニフォーム、まあ、今は非常に先発陣が厳しい状況で、中継ぎ陣にもかなりの負担がかかっているだけに、まあ、余計デーブさん、そういう意味ではね、ちょっと中継ぎ陣への配慮というか、そういうものが必要になってくると思いますね。やっぱり三宅さん、それはね、ゲームの展開どう読むかっていうことにも関係があるんですよね、はいはい、このピッチャー、今マウンドに上げてるピッチャーの信頼度だとかね、まあ、そういうものがやっぱり加味されてなきゃいけないんですけどもね。今またシコスキーも投げてましたね。あとジョーベがピッチングをしていましたが、大谷さん、その点ヤクルトはこの目の前でブルペンの前なんですけどね、はい、きちっとしてますよね。もうこれしかないからね、選手、頑張ってよっていう試合だよね。センターに向けていきます。ワンアウトランナー二塁一塁、宮部がヒット。でもヤクルトは話になるけどね、青木の話さっきずいぶんしましたけど、はい、このところのゲームやっぱりこの宮部がよく打ってるんですよ。ここ5試合で3割、そして8打点、うん、そしてさらにこの宮出とコンビというかね、5番宮出、6番リグス、うん、そのリグスが今日は大活躍をしています。ホームラン、ツーベースヒット、三塁打が出ればタイプ、ランナーがいるときに打ってくれるようになったらなっていうのが、このリグスに対するね、ただやっぱり若松監督が言うにミートの力というのはね、うん、やっぱりあるんですね、このバッターは、はい。先ほども申し上げましたが、あと三塁打が出ればサイクルということになります。まあ、でもヤクルトはね、このリグスよく置いておきましたよね。本当ですね、辛抱しましたね、
さあナイター中継、放送時間終了の時間なんですが、このままナイター放送を続けさせていただきます。で金曜エンターテインメント離婚カウンセラー轟翔子2は時間を変更してお送りします。どうぞご了承ください。確かに宮部が成長した、そしてリグスが使えるようになった、これが一つその打線が噛み合い始めた一つの影響かもしれませんが、サードは三塁間終わった。しかし高校は三塁ストップ、塁を埋めてワンアウトフルベース。継投しても継投してもこのスワローズの勢いは止まらず、岩村、宮部、リグスとシングルヒットが3本。それで今度投げるジョーベとシコスキーは全然今間に合わないですよ、全然今度は遅すぎ、そうするとこのまま何点取られても宮出引っ張んなきゃいけないわけじゃないですか、そういうことですよね。それどう、じゃあ今宮出を送って慌てて今作り始めたってことですか。だからこれ時間稼ぎもありますよね。一回これ行ってね、今相当引っ張るはずですよ。阿波のコーチが行って時間を稼いでる、今急ピッチでじゃあブルペンの方では進んでるってことですね。そうでもなんかスコースキーもこれはないだろうっていうのが、その割にはまだ俺は行かないよっていう雰囲気の、ブルペンですよね。上部はまだ立ち投げですしね。そのあたりの連携みたいなものもちょっと大谷さん、これは担当経験者の大谷さんにお聞きしますけども、はい、システマチックになってるもんなんですね、こういうのはちゃんと。そうですね、展開もあるんですけどね、そうあんまり都会引き換えっていうわけにもいかないですよね、だからどのケースはこれっていうね、ある程度そういうベンチの考え方がブルペンに分かるのが一番いい。なるほどね。よし俺だろと思って出てくれた方がね、ピッチャーはいいピッチングしますよね。まあ、そのあたりの流れも今ジャイアンツにはできてないということなのかもしれませんが、さあバッターボックスはさっき悔しい思いをしました、いい当たりだったんですがゲッツーという1点が取れなかった古田、チャンスに回ってきました、ワンアウトフルです。あと3時間で40歳の誕生日を迎えます古田。今日は結構おいしいとこ来てますよね。来てますね、これが30代最後のあるいは打席になるかもしれませんが、3の1塁は全て埋まっています。あとちょっとミヤビッチがボールが全くストライクゾーンに来ません。ここまで見る限りミヤビッチがこれ戦力として計算できるとは到底思えないですがね。大きな声じゃ言えないですね。すいません、大きな声で言っちゃいましたね今ね。ちょっと6試合投げて失点なかったの1回だけですからね、このピッチャー。ヤクルトとしてはこれは大きなチャンスを迎えていますが、ここはタイムがかかりました、だこういうピッチャーはね、丁寧に、要するにボールを打たないチームってのはやっぱりなかなか抑えきれないですよね、さあしかしここをなんとか0点に抑えておけばこの後1番の清水からですから、ジャイアンツ大事な場面です。ここは1球取ってきました。今日はね、ジャイアンツから言えばピンチがありながら本当によくしのいでますよ。本当そうですね、本当そうですよ、月もありますけどね、本当だったら5点は楽に入っているような展開ですもんね、それをここまで抑えてるんです。さあ古田、ランナーがいるときにはご覧のように3割2分7厘、これはファールボール。いやー、なんとかかんとか2ストライクを取りました。ミヤディッチやっぱ新之助がうまく取らせてますよね。そうですか、まっすぐしかないっていうバッター思ってますからね、満塁になっちゃってるし、それスライダー、スライダーできますよね。そうだからスライダーだから、古田選手も手を出すっていう状況です。球は速いんですから、だから早く打ちに行かなきゃいけないと思ってるところにポンと曲げられれば手は出やすいですよね、ただここでスライダースライダーで来ましたよね。で監督が取れてたんですよね。ここですね、最後はまっすぐで勝負するピッチャーですからね、カットかまっすぐっていう。ここで速い球で空振りを取れるか、スライダーで三遊間割れた、サードの上、大きな2点が入りました。スワ